中国羊。渤海中国羊。なんで中国人なのに日本人に韓国語を教えてます。はい、どうも皆さんこんにちは、やんちゃんです。Hello, 大家好、我是小西。今天我们又到了语言达人秋山家。请秋山跟我们分享一下学习语言的经验。はい、ありがとうございます。久しぶりですね。そう、ね、そうね、本当に今年初めて会うかもしれないです。そうね、うん、最近ね、秋山くんは結構関東語を勉強してるんじゃないですか。あ、そうです、はい、関東語ね、動画見たりしてますけど、はい、はい、すごいですよ。だって日本人で関東語を喋れる人なかなかいないんですよ。まあ少ないですよね。そうです、そうです、ね、中国人すら喋れないんですよ、みんな。いやー、まあ難しいですね。勉強しないとできないですね。そうですね、あの、うん、関東語 と、標準語、うん、その差はどのぐらい違うんですか。そうですね、イメージで言うと日本語と韓国語ぐらいかな、違いで言うと。関東語、ね、専用の漢字だったりっていうのも多少あったりはするんですけど、ありますよね。で、まあ、韓国語と日本語もまあ漢字語っていうので、まあ、漢字由来の単語が、まあ、あの7割ぐらいあるんですけど、あ、まあ、そのでもそれぞれの発音っていうのは全部違う。あ、で文法はほとんど一緒、ね、まあ、だからイメージ的には、まあ、日本語と韓国語ぐらいのなんかイメージかなっていう。ああ、うん、なんか広東省出身じゃない人から見ても広東語は本当に外国語みたいな感覚、まあ、別言語、まず声調から違いますよね。そうですね、まあ北京語はあの4世四世、まあ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 、まあ、そうそう、広東語はまあ9世って言われてて、まあ、9世のうちの、3つはいわゆるその詰まる音、はいはいはい、だから6個、成長があって、それと同じもので詰まるやつが3つあって、あ、まあ小春量である。成長は、6つあるってことそういうことですね、はい、じゃあ、あの、まーって言ったらまー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 、全然違いは分からない。北京語はあの、まあっていうこと、横、はいはいはい、完全にこう平行なものが1個しかない、はいはい、広東はそれが、4つあるんですよ、だから一番高いので、60%、はいはい、30%、10% みたいな。歌じゃん。だからそこのトーンが、だから、だからその 60% と 30% の意味分かんないんですよ。そうそう、分かんない、分かんない。そう、だからこの辺が結構難しいんですよ。音感の弱い人だったらどうするの。ね、まあ、なんか最近広東語を話してる日本人にインタビューしたことあるんですけど、うん、広東語の印象って何かって言った時に、だから歌みたい。あ、そうそう、広東語を勉強して勉強で話せるようになったら、なんか歌を歌った時に音程がすごく良くなって音痴が完全したですとか言ったりとか。だからそういう感覚さ。そうそうそう、だから音程を取る、まあ、技術が高い人はもしかしたら広東語は上手いかもしれないですね。へその北京語と、まあ、広東語でこう使う漢字が違うっていうところがあったんですけど、うん、実はこれって日本人からするとむしろ有利なところもあって、広東語で使ってる漢字って日本で実際に使われてるものと同じものも結構あるんですよ。例えばどういう、例えば食べる、食べる、はい、北京語は吃、で広東語はせ、このせっていうのは吃って書くんだね、はい、食べるんだね。例えば、まあ、あと飲む、これは北京語は喝、広東語はやむ。あ、確かにやむ、はい、やむちゃんの、やむちゃんのやむちゃんね、これ飲むね、はいはいはい、うん、あと例えば着る、着る、服を着る、穿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 、韓国語は着、これはあの、あ、あの着る、日本語の着ると一緒、あの着、はい、なんかあの中国語の古文、た、確かあの昔の言葉は古文は食べるの、吃は食、あ、そう、喝は飲、穿も着る、まあ、そうそうそう、うん、で日本語の漢字ってそもそもその中国の古代の時代の、はいはい、時に使われてた中国語がこう日本に入ってきて、はい、それが日本語、日本語の中の漢字として発達したものだから、うん、そういう南の中国の方言、広東語だったり、あと例えば闽南語とか八卦語とか、うん、そういった南の方の方言っていうのは結構そういう昔の中国の特性を結構残してるから、実は日本語と結構近かったりする、うん、あと発音に関してもやっぱり北京語よりは広東語の方が日本語と近い、あの特に基本的な単語の中にはいっぱいあったりするね。そうそうそう、我是日本人の是、うん、これは広東語だとはい、はい、日本語と一緒だね、
はい。あ、はい。はい、あ、日本語。はや。はや。はい、はや確かに、はい。いわゆる今言われてるプードンファーっていうのは、北の方の方言を元に作られてるから、そうそうそうどっちかっていうと北寄りなんだよね。そうですよね。で、日本っていうのは元々南寄りの方言のものが、まあ、伝来してきたと言われているので、うん、まあ、その辺が近い。例えば、了解。うん。了解。あ、了解。これ関東は、了解。あ、了解。あ、確かに近いね。結構似てるんですよ。うん、関東語、まあ喋れないけど、たまに関東語の歌は歌うけど、うんうん、なんか、気づいたのは、なんかちっちゃいつが入ったりしてる。そうそうそう、それ日本語の中にもあって、ただ標準語、普通話、北京話の方にはそのちっちゃいつっていうのがない。そう。例えば、チュエッシュのチュエ、確定のチュエ、うん。これは日本語だと書く。書く。で、関東は、こ。こ。K-O-K。あー、こ。で、これも書く。でも似てる。あ、確かに似てる。そう。日本人が仮に関東語を勉強したいってなったら、北京語話せたとしても単語一個一個覚えるときは日本語の発音から覚えていった方がいい。コってきたときに、チュエの関東語はコって覚えるのではなくて、カクの関東語はコって覚えた方が発音、日本語で覚えた方が簡単ですね。そうすると発音っていうのが良くなっていくっていうふうに言われていますね。はい、まあ、なんか意外と関東語ってこう難しいっていうふうによく言われてるけど、日本人は結構その有利とも言える。あ、じゃあもしかしたら日本人にとって関東語の方が学びやすいかな。まあ、そのもし全く両方とも勉強してなくて、うん、いきなり勉強したとしたら、もしかしたら関東語の方が早くできるかもしれない。はい、おー、面白い。めっちゃ面白いですね。うん、そう。で、やっぱ話してる人口も、1億2000万人って言われてるから、ちょうど日本の人口と同じなんですね。あ、確かに、関東省、あと、广西省。广西も来たね。はい、海南。そう。あと、海南の北の方とかね。海南島の北とか。確かに。はい、あとは、まあ、香港、マカオ。マレーシア。マレーシア、そうそう、マレーシア多いですね。関東語喋れる。そう、マレーシアは、大体、わかりますね。そうそうそう。あと、よく言われるのは、カナダ。カナダの歌人も、ほとんどが、まあ、関東語者っていうふうに言われていて、はい、結構使う機会ってあったりも、まあ、するので。10億人もいるんです。意外と。意外ですね。まあ、もちろん、インゴのね、標準語って言ったら、まあ、14億人だから、それに比べたらね、まあ、もちろんそうだけれども、意外と日本、人の人口ぐらい話してる人もいる。そうです。まあ、関東語のその特徴の一つとして、悪口っていうのがあって、まあ、悪口がすごい豊富だっていうことをね、うん、関東語はよく言われているんですけど、普通の発音をしようとしたら、成長を間違っちゃって、いつの間にか悪口になっちゃったっていうことが結構あるんですよ。それはまずいね。例えば 今教えた、はい。はい。はい、これは、6世なんでね、うん。一番上じゃなくて、30% ぐらいの。はい、高さで言わなきゃいけないけど、これを間違えて、もう、はいって言っちゃうと、この、はいっていうのは、女性のあそこの意味になります。へぇー。だから、もう、はいって言っちゃうとダメだし。あー、それはダメ。例えば、9、数字の9。うん、これ、関東語だと、ガオ。ガオ。上に上がるんだけど、もともと上がった状態で、ガオって言っちゃうと、これは、男性のあそこになっちゃうって。そう。なんで、やっぱり、関東語を話せる人と、こう、うん、コミュニケーションを取っていくってのはすごい大事だし、まあ、ちょっと勉強したら、もう思い切ってこう話してみる。恥ずかしい思いをする前に、いろいろ友達に話してみて、そうそうそう、君ちょっと今のはちょっとあそこになっちゃってるよと言われてね、徐々にこう慣れていくと上手くなるんじゃないかなと。これは、アキャワクのすごいところだと思いますね。なんか、いろんな言語できるんじゃないですか。とにかく、なんかちょっとだけ勉強したら、すぐ実際ネイティブの人と会話するのがすごい大事ですよね。まあ、そうそう、まあ、関東語に関してはもう初めてね、2週間ぐらいでもう動画撮ってもね、いろんなもう世界にさらしてるわけだから。でいろんな人に全然何言ってるか分かんないってこう言われまくって、でそれで徐々にこう良くなっていくっていう。そう、本当に徐々に徐々にすごいですね。まあ、この2ヶ月すごい良くなったねってこう結構言ってもらえて、でも、ね、それはやっぱり最初恥ずかしいけど、こう動画を撮ってこう世の中にこう晒して、どんどんいろんな人からこうフィードバックを受けたことによって、まあ、自分のこう上手さっていうのは客観的にもこう伸びてるかっていうのも分かるし、で羞恥心もなくなるから、こう話すことができるし、素晴らしいことですよ。まあ、そういう姿勢はすごい大事だなと思いますね。大事です。はい、じゃあ最後、私も何かちょっと簡単な感動を、はいはいはい、学びたいです。はいはいはい、まあ、とりあえず大家好。大家好。大家好。これは関東の大家好。大家好。あ、まあ、なんとなく分かるね。大家好。私は、我は、我。我。で、是は、はい。はい。我はい。我はい。で、小四ね。
小西は周开开脑海周开脑海周开で、我是中国人脑海中国人脑海中国人中は一一番上、はい、で国は、そこからちょっと下のこれ 100% したら 60% ぐらい、中国ヤン、ヤン、レンのことをヤンっていうの、これは一番下、はい、中国ヤン、我海中国ヤン、なんで中国人なのに日本人に韓国語を教えるこれはなんか不思議ですね。まあ中国ヤン、でまあありがとうな、まあ多謝、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 はい、大家好，我是小开，我是中国人。だっていいと思う、全然通じる通じる、うん、でもあ多分 100% 合ってないよね、絶対ネイティブから。やっぱり大画法のホウがやっぱり今ハオに聞こえるんだよね、フードファーのハオに残ってる、やっぱ引きずられて、なんか大画法、大画法、うん、大画法、大画法、うん。好，今期影片就先到呢度为止。如果中意嘅话，记得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel。咁我哋下集再见，拜拜。ちょっと何言ってた？普通にこの動画がいいなと思ったら、comment、like、share。よく感動で CLS って言うんですけど、comment、like、share。してください。はい、お願いします。すごい、すごい。またね、バイバイ。バイバイ。